昨日お母さんが来たんだよ。ついさっき帰ったけど。それ夕飯作りすぎだよな。僕は唐揚げ好きだと思ってるから必死に食べてあげたけど。母さん、お願いだから僕の人生から出て行ってください。お願いします。リクトが一番好きな食べ物分かる？唐揚げでしょ？違うよ。母さんがそう思ってるからリクトずっと好きなふりしてたんだよ。母さんが喜ぶ顔見たかったから。医学部目指して頑張ってたのも母さんが頑張ったねって褒めてくれたからなんだと思う。ごちそうさま。リクちゃん。何？一番好きなものは何？え？食べ物。チンジャオロース。